え続いてえー、ラジオデームスーパーファマシストさん東京都21歳、えー、日本ゴールドディスク大賞ソング・オブ・ザ・イヤー・バイ・ダウンロード受賞おめでとうございますオールナイトニッポンで恋の宇宙初オンエアを聞いた日がまだつい先日のように感じます聴いてて心も体も踊り出してしまう恋の えー、受賞さまざまな人に届いていることの表れですねこれからもゲンさんのご活躍応援させていただきますあざっすあざすそうなのですよこれすごいね <laughs> あの賞、ー、ってね受賞ってなってるけど、あのー、誰かが選んだとかじゃなくて、えー、昨年1年間で最もダウンロードされた、えー、楽曲なんだそうです すごいなと思って、だってリリースが10月なんで、2ヶ月、まあ、2ヶ月、まあ、3ヶ月か。3ヶ月ぐらいしかないのに、えー、1番になったというのがね、すごい、すごいですね。本当にありがとうございます。いや、嬉しいですよ。なんかそのゴールドディスク大賞とかね。まあ、それこそ紅白もそうですし、えー、ミュージックステーションとかね、もう、もう、いろんな音楽番組も含め、 数年前だったら想像していなかったようなところに自分が、えー、出させていただいたり受賞したりする、えーまあ、ここ最近なんでとっても嬉しいですねそれこそさそのテラちゃんとね、まあ、別のラジオ番組やってる時にやり始めた頃とかあのそういうの全然想像してなかったもんねむしろこう冗談で言い合ってるみたいなねあと武道館とかも含め 武道館って、本当にあの、何年前出たの、初めて出たの3年前か。2010、あ、違う、2014年か。2014年に初めて出たけど、2012年とか、それぐらいまで、まあ、2012年の頭ぐらいまでは、冗談みたいでしたからね。武道館に立つっていうことが、いや、武道館出たいみたいなこと言うと、またまたみたいな、その、 ファンの人もあのスタッフの人も含めまたまたみたいなテンションだったからみんな <laughs> まあ自分も含めその現実感がなかったというかそこをあのほん本当に目の前の目標っていうかちょっと夢物語みたいなそういうものだったのでこういう賞いただけることは本当に本当に嬉しいですあの皆さん本当にありがとうございましたいや嬉しいよ